父さん。どうして！こんな道を選んだ自分を後悔させてやれ。私は息子ですよ。やつが、ユウスケ。なあ、兄弟。変えがたい能力ならば、利用する。撃てー！日曜劇場ビバン。堺井雅人。49が主演を務める TBS 系連続ドラマ日曜劇場ビバントの第8話が3日放送され、放送後から考察が加熱している。撃たれた別班のメンバーは死んでいないとの声が多く上がった。第8話では乃木、堺雅人たち別班はテントの会合に潜入し、残る二宮和也を捕らえる。しかし、乃木は次の瞬間、別班の仲間を次々と狙撃するという衝撃の行動に出た。別班、ひいては国を裏切ってまでも乃木が果たしたかった40年越しに父べき、役所広司との再会を果たした。さらに、DNA 鑑定の結果、不死の関係は 99.999% と表示された。SNS 上には、残りの別班4人は死んでいない、という声が多く、クロス以外の4名は、あらかじめ乃木から作戦を聞かされていて、撃たれた後は死んだふりをしていた。なぜかドラムが棺を運んでいるけど、ここでも盗聴器仕掛けているのかな、などの声も上がった。さらに、第7話で別班たちを追っていた野崎、阿部寛がメールの画面を見て驚く表情をするが、4人は死んだと見せかけて脱出、病院へ移送。防弾ベストを着用しない代わりに本部へのカメラに命中させた、との内容を野崎に知らせたのでは、という考察も浮上している。SNS では、公安が運んでいた棺は野崎さんが乃木の真意に気づいてくれた証拠？野崎が会合場所にたどり着けたのは乃木からの連絡。乃木たちは亡くなっておらず、棺もフェイク。本当は死んでいない別班たちの身体に近づけないためでは、とのコメントが多く寄せられている。同ドラマは半沢直樹をはじめ、数々の大ヒットドラマを手掛けた福沢克夫氏の企画、監督最新作。主演の堺井のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司という日曜劇場史上最も豪華な主要キャストが集結している。